消防学校。消防学校とは、消防理員及び、消防職員、消防団員を教育、訓練する施設。消防業務に携わる職員の教育訓練を実施する機関。消防理員の訓練機関は、様々な国に設置されているが、ここでは特に断りがない限り日本の消防における、消防学校について述べる。なお学歴による、採用区分がなく、 全員同じ教場である。各自治体消防に採用された者が、消防の基礎を学ぶ、初任教育の養成期間は、基本的には6ヶ月である。消防学校には、道府県が設置する、道府県消防学校、政令指定都市自家が設置する、政令指定都市消防学校がある。道府県、政令指定都市の消防学校は、消防組織法第51条第1項及び、 第2項、並びに各自治体の条例を設置根拠規定とする。このほか総務省消防庁には、消防大学校、消防組織法第5条が設置されている。なお、東京消防庁消防学校は、消防組織法に規定される、消防学校ではなく、法的には、東京消防庁の内部機関であり、東京都に設置される、 消防組織法に基づく消防学校は東京都消防訓練所である。学校と名がついているが学校教育法昭和22年3月31日法律第26号に定める学校ではなく消防組織法第51条に基づく施設であり消防理員消防職員、消防団員に対する研修事務が主姿である。 入校中の初任学生も所属員であることから、地方公務員法に基づき給与が支給される。消防学校での初任教養、初任総合教養を修了し、現場での職務に就いた後も、本人の希望や担当する職務により研修を受けることを命じられる場合がある、現任教養、専科教養などと言われる。単に、消防学校といった場合は、都道府県や、 政令指定都市の消防学校を指す場合が多い。消防内部では、商工小学、学校などと略称される。各種訓練や、体育のため広いグラウンドが確保されており、消防防災ヘリコプターの訓練や、ドクターヘリのランデブーポイントとしても利用されている。都道府県消防学校は前述の、通り都道府県内の組織であるため、実際の組織形態や運用については、 各都道府県間で大きな差がある。したがって、本校の内容は必ずしも全国すべての消防学校で共通した内容であるとは限らない。都道府県の消防学校では、新任の消防理員や職員、事務理員、技術理員、消防団員に対し消防業務上必要な知識、技能などを習得させるための教育訓練を行う、ほか、 現任の消防理員や職員、消防団員に対して職務に必要な専門的知識や技能、指導能力、管理能力の強要、消防業務に関する研究を行う機関であり、各都道府県に一向を置かれている。消防組織法の規定に基づいて、東京都が設置している消防学校は、東京都総務局所管の東京都消防訓練所である。 東京都組織規定第31条及び別表3から2、2、東京消防庁消防学校は法的な位置づけとしては特別区の消防本部である東京消防庁の内部機関に過ぎないが東京都消防訓練所長を東京消防庁消防学校長に兼任させる東京都消防訓練所所務ほど第3条ことにより両者を事実上一体的に運用している。 政令指定都市消防学校は前日の通り、政令指定都市内の組織であるため、実際の組織形態や運用については、各政令指定都市間で大きな差がある。従って、本校の内容は、必ずしも全国すべての消防学校で共通した内容であるとは限らない。政令指定都市の消防学校では、新任の消防理員や職員、事務理員、技術理員、 消防団員に対し消防業務上必要な知識、技能などを習得させるための教育訓練を行う。ほか、現任の消防理員や職員、消防団員に対して職務に必要な専門的知識や技能、指導能力、管理能力の強要消防業務に関する研究を行う機関であり、各政令指定都市八市に一行を置かれている。都道府県消防学校との違いは、 都道府県校では地域内すべての理院候補生を受け入れているが都市校では市消防局に勤務する職員だけを受け入れるところが特徴消防力の強化や二重行政の解消のために都道府県と政令指定都市の消防学校を統合して一本化する試みが行われている大阪府と大阪市では大阪市長の橋本徹が掲げていた大阪都構想の中に 大阪府内の消防を一本化する大阪消防庁構想が盛り込まれていた。そこで大阪消防庁の設置と二重行政の解消、消防体制強化のために平成26年4月1日に大阪府立消防学校と大阪市消防学校、大阪市消防局消防学校を統合した。これにより大東市の府立消防学校の施設が 大阪市を含めた大阪府全消防本部の初任化教育を担う消防学校名称も変わらずとなり、東大阪市の旧大阪市消防学校が救助、研修等の高等専門教育を単高度専門、教育訓練センターとなった。2014年4月4日に統合後初の入校式が行われた。京都府と京都市も2014年11月14日に、 府内の消防力強化や京都府立消防学校の老朽化から、八幡市の京都府立消防学校と京都市南区の京都市消防学校、京都市消防局消防学校の統合を本格検討するとで合意し、2015年9月11日に2017年度に、府都市の消防学校を統合する方向で調整を進めることで合意した。二0十六年四月六日に、 京都市消防学校、京都府立消防学校合同入校式を実施し、平成29年4月5日より共同化による共同教育を京都市消防学校において開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。